国際宇宙ステーション ISS にドッキングプロセス中のドラゴン ISS の近くでフリーフライングするシグナス商業放給サービスは商用宇宙船による国際宇宙ステーションに貨物と物資を輸送するために NASA が行う一連のフライト最初の CRS 契約は2008年に署名され2016年までの輸送をカバーするスペース X 社のカーゴドラゴン12便に 対して16億ドルを与え、オービタルサイエンシズ社のシグナス8便に対して19億ドルを与えた。ファルコン9とアンタレスロケットも CRS プログラムの下で開発され、無人宇宙補給機を ISS に輸送している。最初の運用補給ミッションは、2012年にスペース X 社、2014年にオービタルサイエンシズ社によって飛行している。 契約の第2フェーズは2014年に要請された。並行して2015年に NASA は CRS-1 をスペース X に二十便、オービタル a t k に十便に拡大した。CRS-2 契約は2016年1月にオービタル ATK 車シングナス、シエラ、ネバダコーポレーション車ドリームチェイサー及びスペース X 車ドラゴン2に2019年から 開始され2024年まで続くと予想される貨物、輸送便に対して与えられた。NASA は1984年の商業宇宙、打ち上げ法と1990年の打ち上げ、サービス購入法により、少なくとも1984年以来、商業宇宙飛行オプションを追加するように指示されている。2000年代までに商業機動輸送サービスプログラム、続いて、 商業上院輸送プログラムへの資金提供が承認された。2008年12月23日、NASA は貨物契約の最初の需要を発表しました。スペース X 社へ12便、オービタルサイエンシズ社へ8便。選ばれなかったプラネットスペースはアメリカ会計監査員に抗議した。2009年4月22日、GAO は抗議を拒否する決定を公表し、 プログラムの継続を許可した。アンタレスとファルコン9のロケット、シグナスとドラゴンの無人宇宙放球機は、NASA の商業軌道輸送サービスプログラムに基づく、スペースアクトアグリーメントを使用して開発された。NASA が契約した最初の飛行であるスペース X、かつデモフライト1は、2010年12月8日に行われ、ドラゴンカプセルが軌道上に止まり、 地上コマンドを受信及び応答し、NASA の TDRS システムと通信する能力を実証した。2011年8月15日、スペース X 社は NASA がスペース X かつデモフライトにとそれに続く飛行3の目的を一つのミッションに統合したことを発表した。再スコープされたかつデモフライトには2012年5月22日に正常に打ち上げられ、 ISS に貨物を輸送した。宇宙船は5月31日に再突入し、太平洋に着水し回収され、CRS 認証要件を完了した。オービタルサイエンシズ社は、2013年4月21日に、中部大西洋地域宇宙基地から、テストペオロードを備えたアンタレスロケットを最初に、打ち上げた。オービタルサイエンシズ社は2013年9月29日に、 シグナスオーブ D1 のデモ飛行を完了し、運用中のシグナスオーブ -1 は2014年1月9日に打ち上げられた。輸送便は2012年に商業補給サービスフェーズ1の下で開始された。メディアを再生する ISS を出発するドラゴンの動画 ISS のロボットアームに捕捉された CRS-8 ドラゴン標準サイズの シグナス拡張サイズのシグナス障害に続いてアンタレス230システムはより優れたペイロード能力と信頼性を提供するために新しく構築された RD-181 第1ステージエンジンでアップグレードされた次の2つの宇宙船はアトラス V で打ち上げられたより強力な打ち上げロケットへの切り替えと強化されたシグナスの導入によりオービタル ATK は OA-7 による最初の CRS 収縮ペイロードは義務を果たした。2015年8月、オービタル ATK は3つの追加ミッションの補給プログラムの延長を受けたことを明らかにした。これらのフライトにより NASA は CRS-2 が始まるまで ISS 補給のニーズに対応できた。NASA は二千十四年の初めに商業補給サービスのフェーズ二を開始するために 正式なプロセスを開始した。その年の後半、ヒューストンで業界の日が開催され、7つの高水準、必要条件が関係者に開示された。CRS-1 の受け負い業者であるオービタル、サイエンシズとスペース X は、それぞれ CRS-2 の提案を提出し、シエラネバダ、ボーイング及びロキード・マーティンが参加した。SNC の提案では、 ドリームチェイサーのカーゴバージョンであるドリームチェイサーカーゴシステムを使用する。提案されたカーゴドリームチェイサーには流気とゴミ処理のための追加の消耗品貨物モジュールが含まれていた。ダウンマスはドリームチェイサースペースプレーン自体を介してのみ提供される。ボーイングの提案も同様に CST-100 宇宙船のカーゴバージョンを使用していた。ロッキードマーティンは NASA の名分及びノの探査船の設計から派生したジュピターと呼ばれる新しい貨物宇宙船を提案した。タレスアレーニアスペースと共同開発されるカナダアーム技術に基づくロボットアームと欧州補給機に基づくエクソリーナーと呼ばれる直径の4.4メートル貨物輸送モジュールが含まれていた。2016年1月14日に3社が契約を獲得した。 シエラネバダのドリームチェイサー、スペース X のドラゴンに、オービタル ATK のシグナスが選ばれ、それぞれ最低6回の打ち上げが行われた。すべての契約の潜在的な最大値は140億ドルであることが示されたが、最小値はかなり低くいい。CRS-2 の発射は2019年に開始され、少なくとも2024年まで延長される。 CRS-29 までをカバーするドラゴン2の、さらに3つの CRS-2 ミッションが2020年12月に発表された。契約には様々な要件が含まれることが期待された。開発中のシエラ・ネバダ・ドリーム・チェイサー、2013年の落下試験の準備。NASA が2014年9月に CRS-2 提案依頼書を発行したとき、 ロッキード・マーティン・コーポレーション、ボーイング、オービタル ATK、シエラ・ネバダ、スペース X の5社から関心が寄せられました。NASA は、ボーイングとロッキード・マーティンを排除するために競争力のある範囲を決定しました。オービタル ATK、シエラ・ネバダ、およびスペース X は、2016年1月に CRS- に契約を獲得し、 最初のタスクオーダーは2016年6月に授与された。3社のそれぞれは CRS-2 契約の下で少なくとも6つのカーゴミッションが保証される。2017年12月の時点で NASA は合計で140億ドルを超えない範囲で3つの契約に関して26億ドルを授与した。NASA の関係者は CRS-2 に2社ではなく3社にすることで 貨物の能力が向上し、受け負い業者の障害やスケジュールの遅延が発生した場合の冗長性が向上すると説明した。CRS-2 の飛行は2019年11月にシグナス NG-12 ミッションの開始で始められた。内部貨物は通常、カーゴトランスファーバックイクイバレントのフォームファクターで宇宙ステーションを訪問するスペース X 社ドラゴン。 ノースロップグラマンのシングナス、またはジャクサの H2 トランスファービヒクルで貨物を輸送するために使用されるバックのサイズの単位。バックのサイズは19イン16.25イン9イン60ポンド制限されている。クトブユニットは米国機動セグメント収納スペースの商用ユーザーの価格設定と課金にも使用される。2021年に シグナス NG-15 の一部として載せられる貨物。ありがとうございます。